フリーランスの高橋と申します。立憲民主党は消費税 5% に同意してないわけですけれども、昨日鹿児島の方に立憲民主党のイベントに出席されたと聞いています。その時の反応はいかがだったでしょうか。私、ツイートなどを見ている限り、川口浩さんが消費税5%いかないとダメですよねとおっしゃったということですし、会場の参加者から、鹿児島に令和ができたらそっちを応援するかもしれないって発言があって、賛同の拍手があったというふうに聞いていますが、太郎さんから見て反応はどんなものだったんでしょうか。すみません、人の会社のなんか集まりに呼ばれて行ってきたっていう話なんですけどね。どっちかって言ったら、おそらく立憲の執行部からしたら、私はちょっと面倒くさいなと思われてるところあるかもしれませんけれども、川内さん、そこで私を呼んでくれるっていうのがまた面白い人だなっていうふうに思います。もともと鹿児島1区かな、川内宏さんっていう議員さんがいらっしゃるんですけれども、消費税5%の、5% から上げるっていう時にも反対をしたと。で、その後、2回落選を経験してっていうような方なんですね。で、今はもう、もちろん議員として復活されてるんですけれども。でも、川内さんみたいな方といいますか、その消費税5%にすべきだろうっていう方々は、議員の中にもやっぱりいらっしゃるんですよ、立憲の中にも国民の中にも。それは何かっていうと、当然、地元回ったりとか、その声を聞いてるわけですね。本当に消費税で首が絞まってるっていう方々だったりとかっていうことを、直の声を聞いてるってことですね。それだけに限らず、やはり、なんだろうな、政策として、やはり、多くの方々が自分事として捉えられるような旗が欲しいと思われている方もいらっしゃるかもしれないです。選挙のためにってこともいるかもしれないけれども、結構な数の方々はやはり人々の生活がかなり疲弊しているっていうことに関して、消費に対する罰金を減らすべきだっていう考え方ですね。会場としてはすごく熱のある感じでした。で、立憲民主党もっと人のパーティーに呼ばれて、そんなこと言ったから、すみません。しっかりしろと、令和に乗り換えんぞっていうような立憲のパートナーの方もいらっしゃいました。そうやって檄を飛ばして、お尻を叩かれていることだと思います。実際に動く動かないは別にして、でも、かなり理解のある方だと思ってます、川内さん。そのような方は、立憲の中にも国民の中にもたくさんいらっしゃるってことは、理解しています、私は。